東郷平八郎、明治から大正にかけての軍人、日露戦争では連合艦隊司令長官として指揮を取り、日本海海戦で干渉、国内外で英雄視され圧倒的名声を誇りました。日本海海戦とは日露戦争中に行われた海戦。当時世界最強と言われたロシアのバルチック艦隊を撃破。当初は圧倒的不利と言われた日本の大勝利に世界が驚愕しました。その日本海軍の連合艦隊司令長官が東郷平八郎。世界に名を馳せた東郷ですが、連合艦隊司令長官になる前は、舞鶴鎮守府長官という地方のいわゆる官職にいたに過ぎませんでした。そんな東郷がなぜ国家の命運を握る重要なポストに就いたのでしょうか。それは東郷が運が強いからということで大抜擢されたのでした。なんと日本の存亡をかけた大ピンチに運が強いという理由で東郷に委ねられたのでした。東郷はなぜ運が強いと言われたのか、いくつかエピソードがあります。戊辰戦争時、敵の榎本武明率いる海王丸は、放った砲弾が全部外れ、東郷が放った砲弾は全部当たりました。次に土方歳三率いる回転丸の奇襲に遭いますが、ここでも東郷の放った砲弾は全て命中、土方は撤退。東郷がイギリスに留学中、西郷隆盛の西南戦争が勃発。西郷を信望している東郷がもしこの時日本にいたら、西郷の下で戦争に加わり、戦死していたとも言われています。本人がそう言っていたんです。そして日本海海戦において、運の強い東郷指揮官の下、日本にとって運の強いことが続出し、日本に圧勝に終わったんでしたね。この運の強い東郷を大抜擢したのが、海軍大臣である山本権之丞へ。それまでの司令長官は日高総之丞。日高と山本は実は幼友達で昔からの親友でした。それゆえ山本は日高のことをよく知っていました。日高は有能な指揮官であったものの感情的になる面があり、その点を危惧しました。山本はこの国家の一大事に日高では指揮官として不適格と判断し、東郷を抜擢する決断をしたのでした。山本は自ら日高に出向き、解任を告げました。激怒した日高は腰の軍刀を抜き、この軍刀で俺を刺し殺せと山本に迫りました。山本は目に涙を浮かべこう言いました。そういうところだ。その性格が国家の一大事の指揮官として不向きなのだ。俺たちは昔から川野の親友だ。しかし国家の一大事においては市場は挟まぬ。二人は涙を流しました。日高は納得したのでした。東郷の就任には当初非難の声が上がりました。明治天皇からもなぜ日高から東郷に変えたのかと聞かれました。そして答えた山本の言葉があの有名な言葉である東郷は運の強い男です。これで日本の命運は決まったのでした。